どうなんでしょう。レベルワインダーの重さってクラッチ切るときにそのクラッチの切る重さ分離されてるので影響なし。ほら一応ほらあれじゃないですか、クラッチ切ったら、あ、それダイワノリいるか、なんかあったよね、クラッチと連動して下がるやつ。それダイワノリいるか、関係ないです。ダイワノリでなんか連動してるやつなかったっけ。どっかで見たぞ俺。どこで見た。クラッチ切るとレベルワインダーが下にガーンって下がるのよ。下がるというか、あれなんだろう、あれ何、あれは何、俺はいつどこで何を見た、夢でも見た。夢の中でリール作った俺。あれあれどこで見たんやろ、それ台湾はぁ、あやっぱ台湾か、どっかで見たんよ。なんかあ下がると思ってさ、 TW へえ TWS、 おおすごい、みんなからみんなからそうツッコミきた。へえ、台湾の TW、台湾、へえ、うん、なんかそれどっかで見てさ、あこれか、 T ウィングシステム、へえ、解放、それは究極の進化の形、へえ、へえ、キャスティングポジションとリトリーブポジションっていう。へえ。そう。そして、コマミレさんが大好きな削れる事件の TWS。クイックファイヤーと台場が混ざってるのかな？正直あんま。みんなからそうツッコミしたけど、みんなからそうブーイング食らっとんねが。みんなからそう、みんなからそうブーイング来とるやん。うわーすげえ。まあそれはだってね、こんなな、こんななんかポジション吸ったもんだりやっとったらね、え素材によっては特に PE なんか使っとったら石英の餌食だよね。石英の餌食だよね、多分これ。石英なんてどこにもあるからな。台湾は新機構を未完成のまま出すんよな。そんな、そんななんか恐ろしいことになってるんですか。台湾か。なるほどね。ベイトリールってみんなこんなもんなんやと思ってた。うん。ほら、何やったっけ？ほら、リトリーブに合わせて、レベルワインダーが連動する、フルタイムシンクロの、レベルワインダーと、レベルワインダーが固定されてるやつってあるじゃないですか。うん。機構としては優れたもんなんだが、ほう、リコールめっちゃ出たと。へえ。なんかほら、ものによってはさ、ね、こういうやつみたいに固定の状態で糸が左右にぐんじゃ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 動くのと、あと、それこそイスズのリール、イスズの丸型のクラシックリールなんかは、フルタイムシンクロの、レベルワインダーがあったりとかなかったりとか、そのレベルワインダーの動き一つでも、ベイドっていっぱいあるじゃないですか。で、ほら、キャスティングにレベルワインドって、正直、ね、ベイトリールの機構上、第一ガイドでしっかりと整ってくれるからさ、レベルワインダーって、正直、なんかね、キャスティングの邪魔になるなーってあるじゃないですか。ね、こういう形だったらいいかもしれんけど、普通のさ、ね、通常のさ、こういうなんかね、丸いやつだったらさ、ね、一番その、なんて言えばいいんだろう。ちょっと待ってね。やっぱ下手くそなお絵かきタイムが来たよ。うん、だからまあその、よいしょ。まあスプールがあって、ね、スプールがあって、レベルワインドがこうあるわけやねんか。糸が巻かれとって、まっすぐだったらいいかもしれんけど、ね、一番端っこの場合はここに角度ができるじゃないですか。ね。ね、まっすぐやったらこうまっすぐなるかもしれんけど、ね、一番端っこだったらこう角度ができて、これが飛距離に影響するじゃないですか。
ね、レベル1に擦れるから。だからそのダイワの TWS でしたっけ、あのキャストするときにレベル1とかパチンと閉じ、あのなんかね閉じて、そのこのこれが起きないようになるというかさ、ね、なりにくくなるというかさ、まあ、だからこの横をさ広げとるっていうのもね、こういう形にしとるっていうのもあるんだろうけどさね。ああなるほど、ベイトってそういうところも考えとるんだっていうのをなんかぼやっと覚えとってそんな感じだったんやけど、実際はそうじゃないんですね。YouTuber は TWS で抵抗が減るから飛距離が伸びるって言ってるけど、マイクロガイド使ってた。クソだな。綺麗に負けるかなってくらい。ああ。確かに。いやそこね、やっぱね、やっぱそうなのよ。YouTuber じゃなくてもそうだよね。うん。マイクロガイド使っとるくせに飛距離を語るなっていう話だな。マイクロガイド使っとるのに飛距離を語るやつってマジで怖えよな。うん。すごいよな。あれだけはわからんわ。ジギングリールならフルシンクロがいいかも。なんか人によっていますよね。あのもう完全に慣れてる人とかだったら、あの親指でさ、親指レベルワインドというかさ、変な言葉ばっか作るよな俺。親指ね、親指レベルワインドの方がさ、綺麗にスプールに糸が収まるからさ、特にほらジギングとかの場合ってさ、もう巻く糸が 300m とかそんな普通だからさね、綺麗に巻かんと偏ってね大変なことになるからさ、うん、だからそのフルタイムとかねいいかもしれんけど、所詮はバス釣りのベイトだからさ。うん、どっちかというと飛距離を伸ばすというのがライントラブル防止ですね。へえ。キャスティングならそれこそ DC フルシンクロ。ああ。確かに。超大物の時は連動の方が壊されにくい。へえ。せやからメガホン型。あ、なんかこういうやつですよね。なんかこういうやつ。限りなくこの角度を広げましょうみたいなやつですよね。メガホン型って、うん、普通のこのまっすぐだったらね、あれなっとったんがね、こうなっとったんがここまでいけるからね、抵抗が減るっていうね、そういうやつですよね。へえ、まあまあいろいろみんな考えとるんやろうな。ほう、ジギングリールはワインドなしのレベルワインド。うん、テベルワインド、指ブレーキ最高。もう感覚養ってる人はもうそうですよね。感覚でやっちゃうからな、やっぱ人間って素晴らしいからさ、そのね、構造としてすごいな。ライオで初代カルコン400を SVS なしでやったことある。へえ、もうなんかその何がすごいか分からんけど。やっぱオフショーやってる人は指ブレーキですよね。だから今日のあのね、レバーブレーキは俺ドラグみたいな話昼間あげたじゃないですか。うん、あれの中にもちょっと入っとったけど、うん、やっぱりそのね、糸のブレーキを自分の手の感覚でやっちゃう人って、やっぱり可能な限りそれに近づけた方が機械的に任せるよりも、あの信用できるしタイトにできるっていうね。レベルワインドなしが壊れるんすか。レベルワインドなしは昔の壊れるイメージあるからかと。レベルワインドなしが壊れる理由だから、結局壊れるってのはあれでしょ、糸が均等にスプールに巻かれなくなって、で偏りが発生する。偏りが発生するってことは、そのね、糸の収縮でスプールが潰れたりとか、そういうことでしょ。
レベル1インドが壊れるから、ほう、自己レベルのバックラッシュと紙一重ですが確かに大事故ですね大事故どころの騒ぎじゃないですね。はあ、指の皮ちぎれそうで怖い。ギャーンで持ってかれそうやな。指紋なくなりそう指紋なくなりそう。へえ、そうなんだ。ベイトか。オフショアでもやらん限り触らんな。レベルワインドのガイドが飛ばされる。はい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 。ここのピンクの部分でしょ。じゃあ奥の黄色か金色か、この金色がスポーンと飛ばされるんや。まあそうだよね、一体型じゃないもんね。へえ、ここがスポーンっていくんや。それは気候でなんとかなるはずなんやけどねだってこれ、だってこれあれじゃん。あ、でもだって、ん？メガホン型にしとりゃ、大丈夫でしょ？抜け、あの、目を昔はストレートやったんか。ストレートの時代はスポーンって抜けるんやろうな。だからメガホン型の場合は、ね、ここは抑えられてるわけやから、ね、いくらこう進もうが、ここら、ここが突っかえるからさ、ね、ね、カツカツなんて突っかえるから、大丈夫なはずやろ？古い弱リール、今のは平気だと思うので。